さん、こんにちは。マーティン、ダーマー君は金属が実は伝わってない日本語を言います。手を引くはこれね。これまで携わっていた物事に身を引いて、続きが関係が立つことです。手のひらを返すと急に態度がガラリと変わるんです。手を汚すは直接自分が実際に物事を行うこと。鼻を折るは鼻、足はオフという状態がするんです。鼻を書くはその地位がいいことに自分がずうずうしく何もせず、気楽な気持ちであること。手垢がつくはこれね。臭くて新しいものを思う向きがなくなることです。はい、線が細い見たところ何とも弱々しく頼りなさそうな感じです。耳が痛いは他人が言うことが本当に聞くことが辛いんです。お寒い限りですねってよく使いますね。人について物事も貧弱で心細く頼りに当たらないです。はい、荷が重いよ。今持っている能力は割に大きすぎます。はい、尻尾を振るは相手に気に入られようとする。はい、願いを打つはこれ願えるんですね。はい、これ裏切り者です。はい、蓋を開けるは実際に物が始まること、もう工業など始まること、壁に突き当たる仕事、物事など不都合が生じて行き詰まること、隅に置きながら平凡だと思ったその人がですね、才能が本当に抗いがたい、馬鹿にできない、油断できない、花を持たせればこれね、手柄や勝利の栄光をやめようなど相手に譲ることを言うんです。以上です。バイバイ。